はい、皆さんこんにちは。それでは今から42回目のパワーエレクトロニクス講座を開始します。ご要望がいろいろあるので、そこに沿ってですね、ご上皇の皆様方に作っていただくような、そんなチャンネルになってきましたが、今日はご要望があった PM モード、確か PM モードだったと思うんですけど、ブラシリス DC だったかな、どっちかをちょっとご依頼されたんですが、ほぼ同じことなんで、PM モーター、ブラシレス DC モーターの、基本について今日はお話ししていこうと思います。どう説明したらいいのかっていう、かなり、初学の方にも分かりやすいようにと思いながらですね、絵を描いてみるんですが、僕が絵が下手でどうしてもうまく描けんにして、やりますけどね。いや、これをベースにやっちゃうんですけど、皆様方が何か新しいことを学ばれたいと思われるときにですね、やっぱりこう背骨である本質の部分、例えばこうやって、こういうふうに力がかかると、こいつに力がかかるっていうふうにして、これからトルク出してトルクケースを出していくっていうような、教科書とか結構あるんですね。で、これに対して回転力とか逆起電力とか、それを遠く回路に書いてとか、やっていくんですけど、そうやって解析していくと、本質が見えなくなる。だから、なるべく数式を書かずにやりたいんですけど、書いてますけどね。書かずに、エッセンスだけを抽出して、皆様方には、入り口に立ってもらって、その上で教科書で、いろんな教科書で学んでもらうと非常に分かりやすいので、今日はそのエッセンスをですね、今日は抽出しながらやっていこうと思います。今日のお話は、2回に分けて多分お話ししますが、今日のお話はこっちです。フレーミングの左手の法則で、こいつに対して阻害する要素が出てきます。フレーミングの右手の法則っていうですね、こっち側に対して、アンペールの力に対して、このファラデーの逆起電力を、どういうふうにマネージしていくかが、この PM モーターを、高効率で駆動するための大きな鍵になります。ヨタ話ばっかりあれしとってもしょうがないんですが、結局 PM モーターって何をしているかといいますと、この磁界を、磁石が、PM モーターっていったらパーマネントマグネティック、永久磁石を使っているんですが、模式図として永久磁石がどの状態にあるかによってトルクのかかり方がこうやって変わります。もちろん磁束に対してこういうふうに磁石がこうなっているとこうなろうとしますよね。 N 極同士で反発し合って、こっちが S 極として反発し合って、トルクがこうかかります。一番トルクがかかる状態っていうのは、この磁束に対してこういうふうにかかっている状態ですね。このトルクをこの状態にするか、この状態にするか、この状態にするかっていう、これを時間をマネジメントするのがインバーターの仕事です。僕たちが今までパワーエレクトロニクスのところで、特に32ぐらいでやったかな、32ぐらいでやったかと、これ42ですよね、32ぐらいでやった、この回転磁界と呼ばれるものをやったと。回転磁界、僕たちはインバーターをの流れる電流によってこの回転磁界をぐるぐるぐる回すことができるんだと。酸素の酸素っぽくないです酸素をうまくこう高周波化したりすることによって、回転数をぐるぐる上げたりするんですけど、瞬時で見たときに、こいつには今からトルクをかけなきゃいけないか、もしくはかけちゃいけないか、重負荷軽負荷って書きましたけど、例えば、シグナルが赤になって青になるっていうときに、今から踏み込むときは、ゼロスタートなんで重負荷ですよね。そうすると今からグッとかけなきゃいけないんで、これはトルクをかけなきゃいけない。そういうふうに時速を回さなきゃいけない。
ります。今のまず、位置を検知して、これをフィードバックしてきて、この回転時間を、どこに入れるかっていうので、重負荷のところに入れるわけです。わかりますか？今こうなってる状態の時にこうかけたらいいんですね。そうすると、スタートピッチ。かといって、ずーっと重負荷のにする必要はなくて、高速道路でずーっと回り続ける状態になったら、軽負荷ですよね。あまりトルクかけたら、ガチャコしちゃうんで、ずーっと、定住状態になってる時は軽負荷なんで、その時は、こういう、位置の状態をフィードバックして、インバーターの回転時間を、やっぱりこういうふうにかけることによって、それぞれの負荷によって、インバーターは、回転時間を制御している。その回転時間は、回転時間を制御することによって、今から、モーターを回転させたいっていう時と、そうじゃないと、ずっと軽負荷に回ってる時とか、全然いらないよっていう時に、この時間をコントロールしているんだ。それはどこでやるかというと、インバーターであります。その回転時間のイメージっていうのは、ここの32回のところをもう一回見てくださいというのが一つの結論になります。これが本質です。パーマネントマグネティックの今の現状の位置に対して、僕たちは今から、もちろんこう、挙手的に見ると回転数がこのぐらいとか、高回転であれ、あれするとか、低回転でとかあるんですけど、その瞬間瞬間の制御においては、そこの位置を検出して、それによって今欲しいトルクをどういうふうに獲得するんだっていうことをコントロールをしている。それがインバーターが頑張ってやってるっていうことが本質です。で、このパーマネントマグネティックモーターの、まあ、基本としてちょっと申し上げておきますと、理想的な状態っていうのはですね、まあ、この状態なんですね。この状態が高効率で今からトルクを回すことができるという状態で、時間に対して、垂直にこうある状態ですね。これと同じことなんですけどね。これ DC モーターです。まあ、DC モーター、これブラシアイで、ブラシ S っていうのが、まあ、PM モーターみたいなものなんですけど、まあ、学園とかで厳密に言うと違うとか言う人もいるんですけど、まあ、ほぼ同じですわ。あんまり気にせんでいいです。で、その時に、これってね、ものすごいモーターとして理想的な動きをします。非常に理想的な動きをするんですね。ここの時間に対して常に直角になってます。要はこれですね。これの状態が常にできている状態。なんでこうカーブしてるのっていう。これが、この状態でもこの状態でも、ちょっと分かりにくい。どっちかに。こうなってるのは、もちろん、この、ダメージじゃなくて、この状態はもちろん、いいですよね。だけど、こういうふうになる状態もあれなんですよ。これでスパッと横から見たい状態ですよ。この状態になっても素敵なんですね。この状態になっても、ほぼ、エリックからエステックに向けて、垂直な状態になっているので、非常に、なんでカーブしてるかというと、非常に理想的な、直角に入るというか、垂直に入るような状態になっているわけですね。ちょっとここのところ弱いんですよね。ここで弱くなるんで、だからじゃあ、ここで弱くなるときに、こっち側にも巻いてあって、二重巻きにしとったら、常にトルクがかかるような状態になるみたいな。ここ、時間発生しない、このポイントのときでも、こっち側の時間で、こうトルクを獲得することができるっていう感じですね。だから、DC モーター何巻きもしてますよね。で、これプラチレス。僕の21年前の、ER34 というスカイラインがですね、パソコンの自動のこのパワーウィンドウが開かなくなってきたんですよ。もう量産してないみたいなんですけど、あそこは DC モーター使ってるんですよ。あれね、開けたらね、真っ黒になってるの。
真っ黒。ここがね、焼結するカーッと壁に分かれして、ね、何回もクククク回ると。ここで、その都度こう、アーコーデンするんで、劣化してきて真っ黒になってですね。で、ぐーっと理想的に回らなくなって、今ね、もう日産量産してないんですよね。なんか日産何度もしてほしいんですけど。まあいいや。まあ、ここのメカニカルな部分の問題があるんで、理想的な状態を作りやすいんですけど、こういったところもメカニカルな、寿命の問題が実際に出てきて20年しか持たなかったんですよ、ね。ね、30万キロ走ったんで、あいつ、その話はもういいか。20年ぐらいしか持たないと。まあ、そういった問題を解消するためにブラシレスになるんですけど、美しい形はこの状態なんですね。非常に美しい形でトルクを獲得することができます。で、そこを目指してるわけです。こいつはね。それをうまく最大トルクを出してやろうとですね。やるわけです。で、その時にこいつを、空間ベクトルの酸素二層変換のをやってくれっていうふうに言われましたね。次の時にやろうかなと、一緒にやろうかなと思います。こいつだけで、ガーッと空間ベクトルの変換やったら辛くなるんだね。やってもいいんですけどね。まあぜひ命題に来てやってもらったらいいかなと思いますけど、こいつをまあこの酸素のベクトルを二層に変換すると、回転固定された二層に変換して、そうするとこのこいつ上をこうぐるぐる回るんですよ。これを、回転座標に変換すると、こうやってこう、それぞれのここの三層の電流要素を こっち側とこっちの直流性に変換することができるね。まず三層を二層に変換して、二層を回転軸上に変換することによって、こういうふうに直流こう回すと回転時間になるんですけど、こいつの3層を2層のこの形にすると回転する時間になるんですけど、こいつをこう見ると回転軸上に見るとこいつは直流に見える。そうするとこっち側の、D 軸変換ですね。 D 軸と Q 軸の、D 軸上の方はトルクになるんですよ。こっち側よりにギャーッとこう制御を持ってきて、電流をこっちにやろうとすると、トルクが最大トルクが発生するように制御できるんですね。なんかもうじゃあなんかバーッと言っちゃいます、まあ、そういうことをやってます。実際にベクトル制御でここを目指してますね。で、ここを目指して、まあ、実際にはね、BLI っていう力がかかるんですけど、この力をトルクに変換する式はこれですね。ここが長ければ長いほど、よくボルト締めするときにこう筒とか入れてこうガッと回すじゃないですか、ボルト締め。ここの距離が長ければ長いほどトルクがかかります、ね。この辺じゃかかりにくいっていう。それはあります、ね。で、力とこれの関係、掛け算でできるんで、トルクっていうのは、力にこう2が2つあるんで、こいつこいつがあるんで、2がかかる、こうかかる、2つもあるんで、こうかかる。で、ここに F に B が入れて、こいつがトルクケースっていうのが、まあ、あるんですよね。まあ、ちょっと、引き出してあったんで、なんかもう負けかなと思ってるんですけど、まあ、こういう式が。これがこれだ。アンペールの力。だけど、このアンペールの力だけでモーターが回ってくれないんですけど、ファラデーっていうのがですね、新しい、また力を発見しちゃってですね、そいつがこいつを阻害します。で、その阻害するところのお話が次の次回ということになります。逆起電力というものをですね、発生させてしまう。それは、これについてもこれについても一緒です。こいつの周りについて簡単に解説したり、あとに実際の、PM モーター、交流モーターについて、AC モーターについての実際
で、実際にはどういうふうな整理をして、よりこいつを高効率に回すかっていうところの概念について、次回お話ししていこうと思います。お疲れ様。